で、私はですね、こう混合肌でこの鼻の周りだったりとか、あとはまあ顎の周りだったりとか、結構そこが油がすごく浮きやすくて、でそれによって結構こう化粧崩れがすごいしやすくって、あとその毛穴の開きも気になってましたし、あとはニキビが結構こう繰り返しこうできちゃうんですよね。だからそれが悩みでした。ハノハノを使い始めてまず思ったのが、すごい浸透力がすごいいいなって思ったんですね。使い始めてからなんとなく、あれってなんか化粧のこう崩れとかもしにくいなって、なんか毛穴の感じもすごく開きもあんまりなんか気にならなくなってきたし、あとニキビが結構本当にサイクルがすごくて、私なんかできても収まってもまたすぐできてっていうサイクルがすごい激しかったんですけど、なんかそれがなんかニキビができにくく なってる感じがしてきて、なんかそういうのは感じ始めてたんですよね。である時ハノハノがちょっと切れてしまった時があって、でその時に本当、急遽ドラッグストアでこうバッと買って、でそれをこう使ってたんですけれども、なんかそれを使ってると、あれってなんかまた肌がちょっとなんか戻ってきたような気がするっていうのをすごく思って、これはもうハノハノの、その私がその悩みだったものが解消されてきてたのってハノハノの効果なんじゃないかっていうふうにそこですごい実感しました。ハノハノは私はずっと使い続けたいなと思います。これがなくなったらちょっと困っちゃうかもいろんな人に本当にハノハノの良さを実感してほしいです。